チャン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 。新年明けましておめでとうございます。平成最後の、年末年始を終えて、もう今日はね張り切って、頑張っていきたいと思います。今日は新年ということでね、1時間特番で、お送りしたいと思います。それでは聞いてください。佐野ひとみのイッツマライフ始まります。違う、2人やらがい。今日は2人やらがい。何のための俺やねん。突っ込んでくれ思ってて、ね、ということで行きましょう、はい、ひとみとともきのワンダフルアワー。さあさあさあ、改めまして皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライターの佐野ひとみと、ウクレレプレイヤーの鈴木ともきです。この番組は大阪市中央区の ESFM 難波スタジオから生放送でお送りしています。ちゃんと台本見てくれるんだ。自分の言うところさ、あの変な、なんか間抜け顔でおんのやめてくれる。今トモキやからね。そうね、僕の番だったね。いや、どうですか、はい、これね、ついにやってきちゃいましたね、はい、2019年。瞳とともきのワンダフラワー、これ何気なくっていうか、これ去年が犬年やったからよ。本当はワンダフララも意味私な来るとき考えとって、なんでやったっけって。ほんなら2018年が犬年やから、犬なんかワンなのか。そうそうそう、で本当はカヤなんか、ね、イノシシの鳴き声ってじゃあ何なの。もうもうワンダフラワー、うん、じゃあそうしようよ、今度今日はもうワンダフラワーにしていかないと。まあそんなわけでね、まあやってまいりましたけれども、はい、今日はね前半部分実はツイキャスでお届けをしているので、そう、まあツイキャスの方は見えてると思いますが、今日はねちょっとうん、アワンダフラワーも4回目ということで、おめでたいものをね今日はまず用意して、それで一緒にね。何ですかこの美味しそうなものは。何ですか、この目の前に広がる酒だけ。そう、あの、ね、スタジオで飲んでもいいことになったらしいですよ。初じゃない、初この ESFM で。え、あ、初ではない、番組でも。この僕たちのね、ね、いつまいライフでもマニラジでも、はい、飲んだことはないんで。行きましょうよ、仕事中にいいんですか。すいませんね、マジのアルコール入ったやつです。やば、ワインです。私は、僕たちはほろ酔いです。じゃあちょっと行きますか。開けますよ。じゃあせーの、あーいい感じ。ちょっと私のさ、あーあーいい音。え、乾杯しようよ。ごめん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 、ちょっと待って、何それ。はいはいはい、分かった、ごめん、はいはい、パンカーイ、はい、乾杯。あー美味しい、美味しい、ね、いいね、はい、まあ、いや、そんなわけね、だから今日ちょっとお酒の今が飲みながらね、うん、大丈夫、酔いやすいのにね。しかもちょっとワインなんて買っちゃってきて、瓶でしかもね、小瓶、これ何ミリなんだろうね。今日はもうそんなね、鈴木先生の解放私ですよ、めんどくさい。まあそんなわけね、まあ今日はちょっとまあ新年一発目っていうことなんで、はい、ちょっとまあ羽を伸ばして、うん、ちょっともうこう、もう縛らず、もうこうピョーっと行きたいね。そうですね、はい、大丈夫そんな今日。ということで私たちね、あの去年の1月のこの1回目、うん、第1回目はあの、はい、ひとみと同期のワンダフラワー1回目だったんですね、うん、それから去年は3回やって、今日が4回目なんですけど、うん、前回と同様初詣に私たち行ってきたんですね。行ってきました、もう1月1日ですよ。簡単に多かったな人、うん、皆さんは行かれましたかね。去年は大神神社に行ってきたんですね。そう、ね、奈良のね、まあトップ3の神社があって、うん、まあ僕は奈良県出身ということで神社が多いのもあって、うん、まあ僕のいつもこうガイドで行ったんですけど、はい、今回はあれはなんだ、橿原神宮っていう場所にですね、うん、はい、行ってきたんですが、うん、でも良かったよね、すごく。良かったね、場所の感じも、うん、でそこであの私たちね、こう、はい、まあおみくじを引いたりとか。そうですよ。え、ね、そう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 。ちょっと待って。いや、なんでもない、なんでもない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。さあ、おみくじを引いてきたので、はい。おみくじを。いや、それ後じゃない？後なん？あ、ごめん。台本。そう、後後後。台本読んで。はい、すいません。ねえ、抜けてんじゃないの？ちょっと。ちょ、読んでなかった。はい。はい、ということで。まあそんなわけでね、まあ初詣に行ったりもしたんですけど、うん、やっぱりこう、なんかその時もちょっと話したね、なんでこう日本人は初詣をするんでしょうね。
だってこうそんな普段から神社にお参りすることないじゃないですか。でもなんかこう新年の頭って あんだけの人が全国でこう初詣でお参りに行って、なんかそれもすごいなっていうふうに思う。聞いてる聞いてるよ、ね、もうガブ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 ね、聞いてる聞いてる、ちゃんと参加はして。いや、うんって言ってたやん。うん、そう、マイクに乗らんとこでな。そう、いやだから本当、うん、なんかそれでも皆さんも多分初詣した方も絶対多いと思うんですけれども、うん、ねえ、なんでなんだろうね。なんでなんでしょうね。うんでもやっぱ行きたくなるよね。なんかやっぱりその行かんと私はなんか神様に怒られそうな気がしてね。あ、なるほどね。なんでこうへんねんみたいな。まあそういうこうちょっとこうなんで行くのかとか、うん、なんか行きたくなる理由とかあったりしたら皆さんぜひね、うん、あのシャープマニラジ、シャープに、ハッシュタグにマニをひらがな、ラジをカタカナでつけて、ぜひぜひ、投稿してください。そしたら、私が今この携帯の方で見ていまして、そちらの方で拾っていって、まあ生のねこの声もちょっとツイキャスの方に、コメントしていただいても拾えないので、読んでますけどね。できればあのシャープマニラジの方で、やっていっていただけたらなと思っております。はい、というわけでございまして、まあそんなわけでね、まあこう始まったわけでございますけれども、うんうん、もう今日は盛りだくさんですから。今日やばいな、うん、本当に企画が盛りだくさん。パパパパ行こう、うん、パパパパパ行こう。はいだから今日はあの、なんだっけ、あれは、うん、何でもアンサー、はい、皆さんがこう質問に答えていく、その場で、うん、答えていくっていう何でもアンサーがあるんですけれども、うん、まあ例年ちょっとぬるいと。まあね、うん、ちょっとぬるめでしたよね、お題が、うん、だからぬるいから、うん、ちょっともうこうもっとすごいの、うん、どぎついのよこしてこいってね先週言ったんですけど、うん、なんか相当きついのがいっぱい来てるみたいでみんな限度って知ってんのかな僕たち、まあ、まだ見てないんですけど、スタッフ役まあ結構こう答えにくいのはあるから、うん、なんかこう頑張ってねみたいな感じ言われちゃって、うん、怖いですね、うん、どうするねえ、うん、やばいよ、うん、住所はどこですかほんまやな、そんなん来たらもう。でもパスなしって一応原則ではね、うん、パスなしっていうのを私たちのルールの中やっていきたいなと思ってますんで、はい、まあそこら辺も頑張っていきましょう、はい、で、前半は、今年の抱負をドドンと発表、はい、というわけでございます、うん、あります？これラジオとしての抱負、今年のラジオとしての抱負の、今言っていいんですか？それこ、うん、あとね、うん、番組のアフトで、はい、でそしてその後後半では、恒例となった、まあ、今言った人とも何でもアンサー、友人ね、友人人ともでも友人でも友人ですよ、わ、はい、かりました、友人何でもアンサーをやりますのでね、はい、皆さんからの無茶ぶりなど、答えていきます、ぜひぜひ送り忘れた方まだ間に合います。シャープマニラジで、やってくれたらまだまだ間に合いますので、ぜひぜひ参加してください、はい、それではこの後、21までお付き合いください。ではここで一曲、まず私の楽曲を聴いていただきたく思います、11月に発売したサードアルバムからフレフレ人生という曲です。ツイキャスの方はここから FM プラプラで聴いてください。それではフレフレ人生、
はい、というわけで聞いていただきました、私の楽曲ふでふで人生でございました、はい、だここからはツイキャス配信も終了して本当にラジオのみのね、はい、配信ですので。そうですね、はい、ちょっとやっていきましょうか。はい、今日ね私たちお菓子を持ち寄ってるんですよ。そう、お酒スタッフさんからね、お酒飲んでいいよってしか言われてないんですけど、うん、勝手にお菓子をね、うん、持ち込んでおりまして、でまあちょっと2人でこう買ってきて、でお互いのちょっと、まあ、何を買ってきたか知らないんで、うん、ちょっとねここでまあちょっと本当お互い知らないですよ。お菓子チェックといいますか、何を買ってきたのかやっていきましょうか、はいはい。まあ私がねいつもお酒の席ではちょっとこれを買わないと始まんないなっていうのがあるんですけど、うんうん、こちら、はい、ででん、あーいいね、プリングルスサワークリーム&オニオンポテトチップスでございますね。いや、いい感じいい感じ。これ私もねないといけない、うん、これやっぱりダメだよね、うん、これは必須。あ、意外と、いやもう僕はもうカキピー持ってくるのかな思ったんよ。てっきりもう瞳に多分ケチョンケチョンけなされるんだろうなって思ったんだけどいやこれもうすごい好感度いい。よかったよかったよかった。じゃあ私が持ってきたのは2つ私あるんですけど、うん、まず1個、うん、こちらですね、海味線。何それ。っていうこの丸型のおかきみたいな。私おかきが好きなんですよ。はい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 。カニ、カニ味、エビ味、イカ味、カツオ味。おばあちゃんが好きなやつね。豆菓子ね。あー、おばあちゃんが好きなやつ、うん、そう、これですよ。うん、これがおばあちゃんが好きなやつだ、うん、なんかちょっとけなしてる。うん、けなしてないけなしてない、うん、あでも僕ね、もう一個あるんですよ、はい、これ、これ僕は初めて食べるんですけど、うん、ででん、一度は食べていただきたいビーフロゼット。もうなんでサラミなのかな。私サラミ好きじゃないんですよね実は。え、いらないそれいや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 食べようね、一度は食べていただきたい書いてあるから、うん、これはちょっと食べてみないと、うん、嫌い嫌いとかじゃなくて美味しいんだよ、はい、うん、私が飲み会の席、うん、友達と部屋飲みする時とか、はい、絶対買うものがあります。じゃじゃん、カルビーのポテトチップス。お、今日は濃厚バター味です。幸せ濃厚バター。薄塩だろそこは。なんでよ、薄塩だろ。いやバターが美味しいねんって。ほんと薄塩私一番買わんもんだってポテチで、うん、コンソメ関西だし醤油バター味ですね。それで終わり。はい、え、もう一個あんの。うん、ごめん足2個やわ。ガルボチョコレート、はい、はい、甘いもんがね、うん、食べたくなる。まあまあこれも食べつつ、やっぱこれほんま、はい、これ仕事やで今日私ら頑張っていきましょう。はい、はい、そんなわけでボリボリ食べながらね今日は。さあ、まあそんなわけなんですけれども、はい、まあ先ほどねちょっと初詣の話をしましたが、そこで引いてきたおみくじを、うん、はい、ちょっと私たちお互いの結果実は知りませんので、はい、うん、発表しましょうか。はい、まずちなみに去年はどうでした。おみくじなくした私あれまあ去年の結果なんですけど、まあ去年は瞳は何だったっけ。おみくじは大吉。大吉だったんですね。で大吉だったんですけど、僕はですね去年はね多分中吉。うん、吉、末吉、末吉、末吉、うんパッとしねえな。でも大吉の次にいいやつやからね。末吉が、うん、うん、そうやで。ほんと、うん、へえ。さあ今回、うん、そうやで、マジマジマジ。あ、じゃあなかなかいい、うん、2人ともいい結果だったということで。そうそうそう。今回どうでした、まず結果言う前に。だって大吉ですからね、私はあんまりもともと期待してなかったんですよ、まあまあ、そうだよね、大吉以上はないもんね、うん、うんうんうん、私から言っていいですか、じゃあ。はい、私はなんと吉です。吉よ。え、これ中身言っていいの。うん、まあいろいろあるんですけど、まあ、何事も心を動かさずに制御を守りてゆくときは思いがけぬ幸いを得ることもあるべしと。だから心を動かさなかったらいいんですよと。とにかく自分を信じましょうみたいな感じなんですよ。で、願望、自分の願い事は心を悠長にして騒がずば時至りて叶うと。旅立ち得なし控えよ、移転よろしからず、争い事静かにすればよしと。もう私騒ぐな静かにしろばっかり、うん、いいこと言ってくれる神様、本当その通りですよ。なんでよ、もう見てたんだと思う1年間で大吉で浮かれて、うん、わーわー騒いで瞳を見て、うん、こいつ本当うっせえなともうね、黙っとけと。びっくりするほど、もう話すの長いんで端折ってますけど、うん、他もほとんどそんな感じよ。もう騒ぐなって。なるほどね、言われちゃってますが、恋愛、恋愛待ち人来たるとも遅し。もう何もかもがさ
え、待ち人なの、うん、恋愛って縁談じゃないの？縁談なん？違うでしょ。縁談は違うと思うよ。本当？ちなみに縁談は人の言葉に迷わず心を定めよと。あ、うん、なるほど。さあ鈴木先生どうですか？はい、私の結果は小吉どっちがいいんやろね、吉と小吉ってどっちにしてもパッとしねえな。まあまあね、今回、うん、で私の運勢はですね、いただきます。もうなんでこんなこと抱えないといけないんだろうって感じなんですけど、物事を控えめにして心を正して身を守りなさいと。であんまり進まない方がいいよともうあと人に邪魔されると、うん、あと交際その他気をつけよってずっと書いたんですよ運勢に。うん、で願望とかにはおいしいポテチ様、おい聞けよポテチめっちゃおいしいわ、ごめん、おめえ聞けよもう妨げられてるな。もう妨げられてるわそう、ごめんごめん。まあでもなんかそんなわけで願望とかも妨げあって、うん、こうなんかなせないとか、うん、なんかそんないろいろ書いてありますね。方角は南に近きがよしって書いたんで、僕沖縄に行こうかな。沖縄行こうかな。私東の海のほとり、横浜行くわじゃあ湘南いいともいいとも、うん、そうそうそう。まあそんなわけでね、なんかちょっとあんまりこうパッとしませんでしたね、うん、あれちゃうわ、大吉の次の中吉やって、うん、で小吉吉らしい。あ、うん、じゃあ末吉はだいぶ下、今日の2つ上。全然よくないじゃん全然よくなかった。全然よくない。でも去年1年だって、じゃあそう思ったら僕結構伸びたね、うん、だって去年1年結構ともき大変じゃなかった？グダグダだったよ。怖かったよなあれ、たたりやで。なんか本当に本当にたたられてたよね、うん、本当に。そう、何がありました去年？あの去年ね、僕3回海外に行くチャンスがあったんですよ、うんうん、1回目はハワイのグラミー賞といわれるナホクアワードっていうのがあって、うん、でそれに僕たちね嬉しいことにノミネートされたの。うん、すごい。でそうノミネートされ、すごい数多いアーティストなんかノミネートされて、うん、あなたはハワイに行ける権利があるので、もうその日開けといてくださいと、うん、式典の日を、うん、ただ一個ちょっと不足してる部分があるんで、それだけ送ってきてねって言われて、わ、うん、かりましたで送ったら返事がなくて、うん、おかしいなと思う。もう一回ちょっと時間を空けて送って、うん、来ないなと思う。最終にね、ちょっとまた確認しといてくださいね、うん、あ、返事来ないパターンかと思って、うん、なんか3回も送っちゃって申し訳ないなと思ってたら、うん、そのまま発表された中に僕の名前がなかったえーみたいな、はあ、大変や。まあまあ、まあでもまあまあ、もうそれはね、過去のことでもう一回なしにして、うん、心に新たにして頑張っていって、で次夏にねニューヨークに行く予定だったんです、うん、でニューヨークに行くために往復のチケットも取って、うん、ホテルも取って、うん、じゃああとはもうニューヨークに行こうって思ったら、うん、なんかこうねビザがね、うん、降りなかったの当日になっても。で当日まあ飛行機に行って普通ビザ緊急でも行けるんですよ、ちょっとお金かかっちゃうけど、うん、でまあ行けないよりは行くかと思って、もう急いでもう空港行って、さすがにビザ置いてないんですけどって言ったら、なんかねビザが拒否が出ててその拒否が出る人ってテロリストとかの人に出るらしくて、うん、僕テロリスト扱いでねビザ降りなくてあのやば本当に大変な、うんうん、もう本当大変なんだその後の手続き、はあ、テロリストだから僕そうは、でも初めてよ日本のテロリスト初めてそうなって、でもそれもまあなんとかなって、うん、で最後12月にタイにね、うん、タイのウクレレフェスティバルに招待されて、うん、でその日も予定開けといて、で行けるってなって、よっしゃじゃあ行こうと思って、うん、でもなんかこう主催の人から連絡が来ないんだよね、うん、あれなんかずっと来ないな、ホテルとかどうなってんだろうと連絡したら、うん、なんかスポンサーの関係でフェスティバル自体がなしになったって言ってなんかうん、ひどかったね、とにかく去年は、うん、ウクレレも壊したしね、怪我もしたし、去年そうだいね、いやすごかったよな、そうだよ去年、うん、もうなんか横で見ててかわいそうやったもん、なんかもうね、もう5つしたいけどさ。でもそっから結構今回ランクアップして小吉になったけど、あんまりいいこと書いてないっていう大丈夫かな、まあいいんじゃないですか今日よりかはね。まあそうですかね、うん、はい、まあそんな感じでおみくじね、まあ、発表になったわけですけど、まあいつもねこの番組ではあのプレゼントをリスナーの方にあのお渡ししてるんですよね、うん、でそれが今までだとこうなんか動画みたいな写真、生写真とかだったんですけど、うん、今回ちょっと初めて書き初めっていうの、これ
いいね、なんか正月らしくて、うん、はい、なので今年のこのラジオの目標をあの書き初めして、うん、まあ、それを皆さんに写真付きで、筆ペンだけど、まあ、書き初めをまた後でね、うん、して送るので、うん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 、あの楽しみにしていただけたらと、スペシャル感のあるプレゼントでございますね、はい、思うんですけど、いやでもやっぱり初詣はいいですね、うん、よかった、なんか屋台がやっぱりいいね、屋台食べましたね、食べたね、うん、あれ食べたね、なんだっけ、焼きそば、そう、箸巻き、あとなんか箸巻き食べると、うん、はい、こう来たなって感じがする、うん、屋台に箸巻き、焼きそば、それか唐揚げ、うん、でも美味しくなかったな、あの唐揚げ、あの唐揚げ美味しかった、いや名前出さへんけど、2点やで、あれほんまに、ね、もうパサパサやし油も臭かったしね、でね、そんなんでね4つ入ってんですよ、5つ入ってんのか、で僕は結構大きくて一つ一つで、うん、あんまり美味しくないねって言いながら食べてて、僕3つ食べたんですね、うん、で瞳が1つ食べて、瞳が言ったら、もう1ついるって言って、お腹空いてない、お腹空いてでしょもう1個食べたら、いやこれまずいから言ってるやんみたいなバレてたまずいから言ってるやんみたいな感じで、ね、バレてた、バレてんと思ってた、本当ね、2019年訪れたともにね、このあの瞳の中に慎ましさがね、僕は来てほしかったんですけどね、どうやらまだ慎ましさは来てないようでね、慎ましさじゃなくって、うん、立ててるんですよ鈴木先生は、いやいや、だってもう3つあんな大きいの食べて美味しくないねって言ってるのに、最後の1つ、いる、お腹空いてんちゃう気遣いですよ、それが進め方年下のほんと、ということで、まあ、あれですか、ラジオの目標何ある、はい、なんか今年の、あ、さっき言ったあの、うん、今年の抱負、うん、ラジオではね、多分今日まだ大丈夫なんですけど、うん、一度も噛まない、はい、もう無理でしょう、それでございます、まだ今日噛んでないからね、無理でしょう、いや噛まないね、うん、うん、他はないの、もうそれに、うん、もう一度も噛まない、私は結構尻滅裂に喋ることが多いんですよ、なのであの起承転結を作るラジオの中で、おー、もう起承で終わってるから、私も章がすごい長いんよね、そうだね、で時間の関係と点と結がいけないっていう、うん、うん、あるね、てか私キで終わることあるからね、なんならキなもんだからあとね、やっぱり自分のデータ聞いて思うけど結構うるさいので、うん、お耳に優しいラジオを今年からこと、うん、心がけていきたいなと、今からして、じゃあ、えお願い、今は無理、もう今ね、うん、片耳ね、これあのイヤホンつけて聞いてるんですけど、うん、もうキンキンしてんの、右耳がもうキンキンして仕方がないね、あ、そう、うん、まあ来週からね、あ、来週から、ね、そんな感じでいきたいと思うので、じゃあ私たちね、はい、あの私は噛みません、私は起承転結を作ってキンキンしません、はい、皆さん今後のラジオもね楽しみにしていてください、はい、ていてください、ではここでちょっと私の楽曲をね聴いていただきたいと思います、うん、その瞳の、アルバムですね、ファーストアルバム It's My Life に収録されている、ラジオでちょっと久々の、楽曲になります、その瞳のバラードソングでございます、未来へのラブソング聴いてください、君が口ずさむあの歌、遠くの空は赤い、君のそばで聞いてるだけ、ただそれだけでいい、この先もずっと季節は
んてちともわかりやしないけど、ただそばにいればいい。この先もきっと日はまた昇って大人になっても照らし続けて、肘Yuko speaking. Yuko, it's Peter. How are you? Fine, thanks. What can I do for you? I need to see you about the new catalog. Can we possibly meet next Monday? Okay, how about 10 o'clock? Okay then, Monday morning at 10. See you then. Bye. Bye. ビジネス英会話から専門的な実務翻訳まで、イギリスで生まれ40年の伝統を誇る ILC。 ILC ならプロになれる。 ILC 国際語学センター。お問い合わせは06-6245-8560 まで。 Speak English like a pro at ILC。 友人なんでもアンサー。ここからはワンダフラワー恒例のコーナー、友人なんでもアンサーでございます。リスナーの皆さんが送ってくれたメールやスタッフさんが用意したお題に沿って無茶ぶりトークです。はい、もう答えられませんなしの地獄みたいなルール、やばいね、うん、ただ今回スタッフさんがあまりにもやばいやつがほんまにあんねんて。うーん、その場合はもうあのパスが2回だけいいって。まあしねえけどな。あ、せえへんの？おう、しないよ。だってそんなんだってルールが違うじゃん。あ、そうかそうか、そう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 、しないしない、はい、そんなもう。じゃあもう時間がね、うん、ないので、うん、やっていきますか。はい、あ、その前に皆さんからのハッシュタグマニラジがたくさん届いてますね。ツイッターの方ありがとうございます。なんか意外と箸巻きって何っていう方が多くて、うん、関西だけのものなのかなみたいやね。まあ、あの箸巻きってのはね、あの割り箸にお好み焼きが巻いてあるようなやつですよね、うん、そうで、あれ僕あんま好きじゃないんですけど、私が好きなんよ。そう、ひとみがすごい好きで、うん、好きじゃないというかあんま食べたことはない。私箸巻き食べるけどね。うーん、これ人生2回目とかだった。あ、そうなんや、うん、そう、マニラジですね。ひとちゃんの末子感大好きって来てる。誰だ最高そんな。
もうそうやってね持ち上げるから治んないんですよ。本当いいんです、みんな気をつけてほしい。いいや、同じ末っ子でもう全然違うから。でもちょっともきも末っ子ですもんね。そうすごいよな、これが一緒と思われへんねん。そうだよお前が言うなさあもう時間ない、行きましょうよ。はい、行っちゃいましょう。じゃあシャッフルされて中から私とともき交互で出していきましょうか。はい、じゃあまず引きます。はい、行きます。怖い、じゃじゃん。カウントダウン、どっちに行くなら、どっち USJ オアディズニーランド。うわこれ迷うわ私。ちょっと待って、はい、ぬるくない何これ誰ほんと。まあまあ答えましょうか。うん、私はどっちやろ。どっちある。まあ本当は、うん、本当に願いが叶うなら、うん、どっちも行きたくない。行きたくない、うん、もう家にいたい。あ、そう。でも行かなきゃダメ。行かないともう殺されちゃう、うん、でもダメ、行きなさいって言われたら近いから USJ。あ、うん、もうカウントダウンに外出るのはちょっともう、うん、わかんない。私はどっちかとディズニーかな、うん、やっぱ夢の世界のカウントダウンがどうなるのか知りたいよね。好奇心あるねそんな感じないな次行きましょうか、はい、次てで初夢の内容はぬぬんでもいいね。初夢っていつ。初夢だから新年越してから最初に。いや1日の晩は私覚えてないな2日の日の朝覚え、あ、見た、なんか見てな、私夢ちょっと見てないかもしれない、この3日間。僕言いましたっけ、夢をね、うん、見ないんですよ本当に1年通して本当に見ない。やばいな、何回 2,3 回って感じ夢見んの。でもそれはいいことらしい。でもちなみに人間は1日10個ぐらい夢見てるらしいよ。それをただ単に覚えてないだけらしい。ああその覚えてるやつが夢として昨日こんな夢見てんって出るらしい。じゃあ僕全然記憶力がもうないんやわ。じゃあかわいそう。かわいそう。次行きましょう。はい、次行きます。てれん。いっぱいだね。うわっ、今日罰ゲーム入ってんねん、こん中に。おう。罰ゲーム2個入ってて、罰ゲーム引いちゃった。早速そう。何？最悪罰ゲーム。激まずドリンクを食レポ。そうや、今日言うの忘れてた、最初に。今日ね、いただいたこのお便りの中に、スタッフが、もう性格の悪いスタッフがですね。関係ないじゃん。何ですか、もう私。引いた私だけってこと？マジで？やった最悪はい、何ですか、それは。じゃあ僕は説明しましょうか。もうほんまにけど、名前が、何これデスパウダー。ケーキ。あ、激甘。おわ激苦。もうほんまに苦いのわかんねんて。これどっちか、どっちも、どっちも、激甘と激苦がどっちも入っている。ちょっとほんまにや、ほんまにや。でシャレの範疇を超えた究極の罰デスパウダー。これをやばい。どのぐらい飲むの、どのぐらい飲みますか。一口でいいですか。一口飲むの。見た目ただの水ですよね。へえ。いいじゃん。やばい心拍数やばい。すごい、ケーキの100倍激甘。いただきますね、もう、うん、時間ないんで。ゴクッとね。匂いは普通ですね。うん、ゴクッといっちゃってねゴクッと。いきます。はい。無味。ちょっと前、もう一回言ってごらん、うん、もう一回言ってごらん、そんなわけないから。いきます、うん、おいしい。ちょ、バカちょっと飲んでみて飲ませてごらんなさい、そんなわけない。マジで、ほんと、もう何言ってんの、もうなんか抹茶のドリンクの味しますね、うん、さあ次行きましょう。はい、よかった。なんだよなんじゃこりゃはい、次だいだい下心を持って近づいてきた、うん、仕事関係者は今までいた。あ、うん、だんだん来ましたね。だんだん来ましたね。下心を持って近づいた関係者、どこまで言うんですかね。でもこういう仕事、例えば僕も仕事関係者だし、うん、ただお客さんじゃない、うん、アーティストとかも含めて。アーティスト、まあいるかな。いますね。いる、これはいるでしょう。だってやっぱ男女だもの、うん、いるね、うん、で僕面白いのは、うん、同性です。どういうこと、そう誘ってきてってこと。そう誘ってきたん、うん、どうやって。
え？どうやって？でもそれが外人の人で、うん、ちょっとあんま言い過ぎたっても結構特定できちゃうからあれだけど大丈夫なそこまで言っちゃった、うん、外人の人でだいぶ来たね、うん、あれはどういう感じで来たん？いやもう本当にねちょっと今夜行かないみたいな、え今日家行っていいみたいな感じ、うん、まあ、それ練習かもよ、いや夜中にでありえないので、うん、もうで話は聞いたのでも、うん、その人がそっちの人だって、あ話聞いて最初は仲良かったんだけど、うん、だから今日家行っていいみたいな、うん、え今日明日なんかあんのみたいな感じ、うん、いやないよみたいな、うん、えじゃあ今日家行くねって言われたけど、うん、もうちょっと仕事があって言って断りましたね。ともきはだって結構モテそうやもんね、そういうこう男性から、あ同性に、うん、どうなんだろうな、可愛いキャラやんだって。いやでもね意外とこう同性モテる人ってもうちょっとガッチムチなガッチした人は思ってそうなんだけど、そう、その時はね、うん、ありましたね。同性はないな私。ただただあの女子校上がりの同級生がいてに、ひとちゃんは女子校だと完璧に絶対モテるタイプって言われました。絶対にファンができるタイプの女子って言ってましたね。うーん、まあそんなわけでさ ある、あるどっちもありましたね、うん、なんかだんだん来てますね次行きたいと思います、はい、じゃらん、自分は肉食ですか草食ですか、そして好みの異性はどんな感じですか、これ恋愛に関してですね。私は完全に草食、もうよく意外って言われるけど肉食っぽいって言われるけど完全に草食ですね。うーん、これは言えるわ、肉食っぽいのにね、うん、全然ガツガツいきそう、うん、この間実はタイムリーにもう超肉食の女子と話す機会があって、うん、お互い関心よ、もうびっくりやで、ほんまの肉食女子ってどんなん、例えば、うん、まあそういうその子はね付き合う前の男の人と、うん、まあちょっとそういうことになっちゃったと、あ体の関係になっちゃって、おうおうおう、で内心どっちなのかなと思ったらしいんだけど、うん、言わせたらしいです、好きなら好き、好きじゃないなら好きじゃないってもう言ってって、あーなるほど、ね、好きだったら私は付き合いますみたいな、ほうほう、私はそういうのは絶対聞けないから、結構威圧的だね、まあね、なるほどね、私は絶対いけないからそういう風に、どっちなのかなこの人みたいな、うんうんうん、聞けないですよね、ほんと草食、言い出したらキリがないけど、うーん、トモキは、僕は肉食なのかな、えどちらかというと、へうん、どうなんだろう、でもなんかしっかりとはっきりするタイプでもあると思う、例えばあんまりこうだからちゃんと自分で足を踏み込むし、うん、だからそういうのをうやむやにして相手に言わすみたいなのはあんまりないかな、あそうなんや、うん、私全部相手に言わすよ、まあでもそこはね、うん、女性と男性の違いがありますから ね、まあ、まあね、好みの異性はっていう質問は来てますけど、うん、僕はよく笑う人で、うん、ご飯を食べる前にいただきますっていう人、はい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 、私は私いただきます、じゃあ次のお酒持ってもらえますかあーちょちょちょ、じゃあはい、ではあなたの、私うん、ひとみの、私はね、これ前も言ったかもしれないけど、私完璧に一目惚れはしないんですよ、見た目は全く重視しなくて本当完全に中身で、あのマナーがある人、あと感情的にならない人ですね、まあ、感情的になる人今まで見てきましたけど、やっぱりねなんか尊敬できる部分がなくなっちゃうんですね自分の中で、好き以前の、うん、私はその好きっていう感情に必ず尊敬する気持ちが含まれてるんですよ、この人のこういうところがいいな、あこういうとこ尊敬するなっていう部分がなくなっちゃいますよね、そういうこう例えば感情的に怒っちゃうとか人に対して ね、え感情が全くない人はどう、もうダメ、あれでもそのなんていうの、感情的をあらわにしすぎちゃう人ダメ、うん、あの悪いところでね、うん、いいところではいいよ、そっか、ありがとう好きとか、うん、そういうのを出せる人はいいけど、なんかこうね怒りの感情ですね、そうって言われると、なるほどね、怒りの感情が出ちゃう人ダメかな、友達からロボットって呼ばれてるような人はどう、友達からロボットも論外ですねはい、はい、というわけで次に行ってみましょう、はいはい、でね、これからの野望はでございます、って野望って何、野望、うん、野心っていうのはなんだろう、こうしていきたい、うん、だからなんか無謀な望み、無謀な望みな感じ、あーなるほど、あります、野望ね、でも野望は結構多いんだよね、うん、僕はいつも野望を出していつも
なんかこう自分を奮い立たせるような感じだから、うんうん、これからの野望なんだろうな。でもまあ今今年1年ちょっと目標にしてるのはこう、うん、YouTube のチャンネル登録者を1万人にするとか、うんうん、まあ関東で100人以上の動員をするとか、うん、関西では300名以上の動員をするライブをね単独でするって言ってるんで、うん、それがまあ野望かな。私 YouTube のそれこそ撮影を海外でしたい。へー、うん、なんか海外の街並みやっぱ日本人って結構こう撮影しとったら結構変な風に指さされません？私結構かぐいぐって言われたことありますよ。ほんと？まあキッズですけどね相手は。うん、うん、YouTuber ちゃうんて、なんかめっちゃ生きてるやんみたいな。あ、海外ってそういうのが普通だからなんかそういう環境で撮ってみたい。なるほど。しかも海外だったら影打ちでも分かんないしね。あ、うん、何言ってるか。そう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 、海外。うん、そうですね。はい、さあ、じゃあ次の行きたいと思います。自分の体で自信のあるところはどこですか？あー、どこだろうな。え、どういう自信これは？お尻の形がきる。あー、なるほどね。あります、うん、でもあのね、うん、多分みんなにはちょっと残念ながらこう味わわせてあげれないんですけど、うん、あの僕の、うん、お腹の上で寝る時の気持ちよさたるや。いや本当にすごい。どういうこと？お腹の中上で寝るって。いや、あのね、まああのこう僕のお腹、僕そんなに太ってるように見えないじゃないですか、うん、でもお腹の柔らかさが異常で、うんうん、もうポヨン、もうポヨン、ほよよんって感じで、うん、もう何人たるもうこう何人ものこう女性がもうこのお腹の上で、うん、もう快楽を覚えるという。なんだ、語弊があるよ今それ。語弊がある今のは。そうそうそう、うん、でも本当にこのお腹の柔らかさ、ポヨンとかもねすごいの、うん、あ、そう本当に、うん、まあ、残念だな。あ、みんなにちょっとこう味わわせてあげないのが残念なんだけどな。そう、うん、そう、興味ないわ。何がそう、そこかな。私はでもわからん、体が柔らかい。体が柔らかい、うん、未だにあの開脚とあの足360度回せます。あー、すごい。自信があるっつったらもう自己満やけど、うん、私体が柔らかいのが自慢です。でもこれはみんなね部位を聞きたいんだと思うよ。え、どういうこと？そうそうそう、あ、なるほど。胸の形がいいとかお尻が綺麗とか、うん、ないんですよね、そういうの。手首が細い。手首が細い。手首が細い。わかりました。はい、というわけでございました。まだいける？次最後ぐらい、ラストぐらい、ラストか、まあ中身によっては2通ぐらいいける。じゃあ行きましょう、せーの、デン。罰ゲーム。やったやったやった。なになに？IKKO さんのモノマネでリスナーの皆さんへいつものお礼をする。え、絶対そっちの方がいいやん。じゃあやりますか。クオリティ高めでお願いしますね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと待って待って待って。ごめん、いや BGM 切られると思ってない。ごめん今集中してるから。ごめん BGM 切られると思ってない。ねえ、いや高めてるから、うん、ごめん、おいしい。バイボディとかやめて。はい、すいません。はい、じゃあいきますよ。はい、ちょっと待って、やだ、なんで、嘘、これ今流れて、いっぱい聞いてんの、嘘、やだ、ちょっともうどんだけ、じゃ何、皆さんにお礼、もうそんなにいっぱいあるけど、じゃあ強いて言うなら、いつも笑ってくれてありがとうって自分で言っちゃった、どんだけ。笑ってへんね、多分。知ってるよ、多分精一杯と思うで。知ってるよ。こんなんで終わっていいんですか？もう一つだけ行きましょうか。怖いじゃない。もう一つ行きます、最後。こんなんで終わっていい、本当に。焼き餅は焼く方、焼かれる方？あ、完璧に焼く方だね。完璧に焼かれる方ですね。焼かへんのよ。で、ね、焼くけど焼かれる方が多いと思う。その言ったらこう、僕あのよく女性とねユニットを組んでたりとか、まああとはこう、はい、今スタッフもね女性だったりとかして、うん、だそういうのではね多分ね、うん、今までの傾向では多分結構焼き餅を焼かれることが多かったような気がしますね。羨ましいな、うん、そんな人生送ってみたいよ。私は焼きまくりですからね。あ、焼く方。今までずっとそうよ。よくそれも意外って言われるけど、
いや、もう本当にずっと考えますよ、やっぱり。大丈夫かな、大丈夫かな、ね。はい、行きましょう。もうなんか嫌やば、この空気。さあ、ということで、今回も生演奏が、はい、あるということでですね。そうそうそう、ちょっともう一杯開けていいですか、お酒。いいですよ。あ、いいね。さあ、ちょっとじゃあバタバタと準備をしだしておりますが、今回の楽曲なんですが、私なん、ね、先に結構飲んだな僕も。先に言いますね、うん、曲名、はい、レイクさんの100万回の I love you なんですね。いいね。でなんでこの曲をするかっていうと、私の YouTube チャンネルでなんとともきがギターを演奏してくれている曲なんですね。はい、なのでそれを今日ちょっとウクレレでやってみようじゃないかっていう、うん、いい曲ですからね、あの曲。ただ僕こう普段ねお酒を飲んで弾くってことが全然ないんですよね、うん、まあでもそんなまで酔っ払ってへんやろ。あ、でも顔ちょっと赤いかも。え、だってあれもうワイン半分飲んだよ。よやろね、すごい飲んだ、うん、さあじゃあ行きましょうかね。聞いてください、100万回の I love you。 愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、愛してるの言葉を100万回君に送ろは一つだけ、君は笑ってますか、それとも超ピリブル、きっとみんな抱いてるそれぞれの特別を、僕にとって紛れもなくそれは君だから、愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き、今すぐ君に会いに行こう、この青い空を飛び越えて Baby I love you baby ルトルルトルトルルトルルトルトル、改札の向こう側人混みに消えてゆく、後ろ姿目で追った、離れたくなくて他には何もいらない、本気でそう言えるほど、うん、僕の中にはいつだって君がいるんだよ、
て100万回のアイラブユーでございました。私のね YouTube ではともきがギターをねこの曲弾いてくれてるので、また皆さんぜひぜひ佐野ひとみの YouTube チャンネルでチェックしてみてください。あっという間にエンディングですけど、ハッシュタグちょっと、はい、読みましょうか。見てみましょうか。はい、ハッシュタグマニラジでね皆さん投稿してくださってまして、佐野さんの生歌と鈴木さんのウクレレ生演奏素敵、贅沢な時間と、松本さん、ふわふわさん、ひとちゃん声めっちゃ可愛い、私の褒め言葉だけ読んでいこうかな。ちょっと待ってよ。え、ダメですか。僕のは、僕のも読んでいってくださいよ。すいません、はい、でもないんですよ。え、あるじゃん。みほさん、ファンミーティングでお腹触らせてもらえないかな、味わいたい。ほら、もう今、もう今多分聞いてる女性の皆さん虜ですよ、私のお腹の。興味を、絶対興味がない。興味を持てよ。おっぱい成人やしな。興味を、おっぱいね、おっぱいはあるけど、すごいやん、おっぱいとお腹あってもバンバンザイやん。何が、何を言ってんですか。そう、ね、私やっぱちょっとこう新年ちょっとこう、うん、いろいろ食べ過ぎてね、うん、ちょっとおっぱい成人になってきてるんですよね。気をつけないとこれ本当ダメだよ。うん、まあそんなわけでね。すごいよ。このこの1時間でひとちゃんに惚れ直すだって。カオルさん最高。もうみんな好きだわ。そう。そんなにいいことをした？いやだからやっぱこう毎週もう1時間特番するべきですよ、うん、私の。なんであなたの、なんであなたのなんですか。2人で特番するのは分かる。なんであなたの特番をしないといけないの。私の番組は、え、マニラジ、うん、いいやん、またそれはそれいいやんって何。あかんの。ダメですから、はい、はい。さあということでですね、うん、プレゼント発表しましょうか。はい、どうします。何も考えてなかったね。ん、何が。あ、そうだ、この中から取るんや。今日ね、今回はまあこう読んだ人の中じゃなくて、うん、送ってくれた方全員を今シャッフルしてこうボックスの中に入れています。お、いいですね。でその中から1枚取って、うん、まあじゃあ今日株がダダ上がりしてる佐野さん、うん、うん、うん、取っちゃいますか。もうポテチ食べてた。じゃあ行きますよ、うん、その塩の手で取んない。大丈夫大丈夫、パッパってやったから、うん、パッパってしない。いきます。はい。じゃじゃん。とってじゃんの。じゃじゃん。はい。奈良県にお住まいのラジオネーム言っていいですよねこれ。ラジオネーム奈良のしげさんです。おめでとうございます。質問は読まれたんでしょうか。読まれてたらいいね。私なんでディレクター曲切ってたんかなと思ったし、自分のイヤホンオフってた。もう。大丈夫この人。今年だから今言う、そうですね、はい。私たちの書き初めが当たりますのでね、それはレアですよ、うん、ね、いいですね。楽しみにしていてほしいです、はい、うまく書けるかはさておきね、はい。ライブ告示ですね、そしたら。はい、まあ私はいろいろと、ライブ告知をさせていただきますと、1月から、ワークショップツアーが始まっておりまして、うん、1月はほとんど、売り切れもうなってまして、すごいね、広島の一公演だけライブのみで、あと残席わずか残っております、うん、他も2月以降たくさんライブ決まっていますので、ぜひホームページ SNS などチェックしてください。はい、私はですね今月、まあ、ワンマンのちょっと振り返り公演だったりいろいろあるんですけど、東京のピアノ弾き語りシンガーソングライターの木下直子さんと、ツーマンライブのツアーが東名阪でありまして、なんと私たちのこのツーマンは2台鍵盤カフェツアーということで2台鍵盤を出して、あの2時間ぐらいの公演2人ともがずっと出てるっていう、でお互いの曲をハモったりコラボしたりお互いの曲をカバーしたりとか、本当にねずっと出ずっぱりのツーマンでございまして、東京、奈良じゃない名古屋、大阪公演とあります。で今日はね実は私公開となったんですが、オフィシャルウェブサイトが開設となりまして、ライブ情報がすごく見やすくなりましたので、ぜひ佐野ひとみ .com で調べてみてください。よろしくお願いします。はい、さあそして来週は、私は8時から佐野ひとみの It's My Life ですね、曖昧ミーのコーナーでございます。はい、そして私マニラジの方ですね、メッセージテーマおみくじの結果発表、まあ今日私はしましたが、皆様の、うん、はい、おみくじの結果を送ってきてください。そう、私も送っていいの。うん、うん、大丈夫です。え、いいですか。はい、ということでね、もうまたしたいですね、うん、いやでもね本当にこの番組好評なんです、毎回ね。本当ですね、いろんな人にやってほしいって。はい、あ、つかもう毎週2人でラジオしちゃいなよ、だっていいや、ね、うん、まあ僕はいいかな。なんでよ、はい、
ということで、瞳とともきのワンダフラワー、そろそろお別れのお時間です。まだ時間あるって。なんでそうやってすぐ終わらせようとするかな、鈴木先生は。まね、みんなこうやってさ楽しみに聞いてくれてるのにさ、私は鈴木先生と違ってリスナー思いですから、そういうことは絶対に、しないでございます。はい、でもなんかマニラジもでもなんかすごい結構本当に飲んでるんですけど、いいね。でもこのなんかお酒飲んでやるスタイルは、なんか今後も残していってもいいんじゃないかな。美穂さん、鈴木さんのおっぱいも触りたい、セクハラになる、なりません、大丈夫です、触りまくってください。なります、私にも人権はございますのでダメです。はい、ね、まあ、次もしやるとしたら第5週の月になるんですかね。5月とかかな。次5月、あ、3月とかにも、3月とかにありますね。ね、まあなんか皆さんこうね、まあ私たちこう5週ある時しかこう2人では喋ってないんですけれども、でいつもこうラジオのさこう生放送がほとんどじゃないですか、この夜の時間のね、また去年のさゴールデンウィークにやったみたいな公開収録したいよな。あれいいね。あれよかったよね。ね、5月のゴールデンウィークまたできるんですか。あ、5月までお預けだって、この2人の番組は。逆に5月のゴールデンウィークの木曜日は皆さんお昼の時間今から開けとってもいいかもしれないですね。本当全然何も決まってないですけどね。今思いつきやけど。えでもあの高録がすっごい好評やったんよね。えあれでもおっしゃりたいですよね。なので、まあ、またねできればやりたいなと思っておりますので、ね、いや今年もね、もう3日経っちゃいましたけど、はい、仲良く2人ともでねまたやっていけたらいいですが。そうですね、仲良くしてくれるんですかね。いいと思う。ということで、そうやっても、ということで、瞳とともきのワンダフルアワーは本当の本当にそろそろお別れのお時間です。はい、この後はウエストサイドジャンクロックネクストです。あ、これ言いたかった、私いつも言ってないから。ここまでのお相手はですね、ちょっと、はい、この後はウエストサイドジャンクロックネクストをお送りしたいと思います。はい、この後はウエストサイドジャンクロックネクストです。なんでよ、ここまでの相手は佐野瞳とウクレペア鈴木智樹でした。2019年もよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあね、ちょっとスモーシー、さよなら。年女だよ私。